ビズ9月4日岸田内閣が正式に発足しました、まあ、激しい自民党総裁選挙を勝ち抜いて岸田文雄氏が第100代の総理大臣に国会で指名されましたでこれを受けまして岸田総理はすぐさま組閣に着手をしました で現在の,あの内閣というのはです、ね、総理大臣のほかに20人の大臣がいますが今回はそのうち13人が初入閣という顔ぶれです。でまあ、国会議員としてまあそれぞれです、ね、経験は重ねているわけですけれどもやはり大臣という立場はです、ね、一国会議員でいるのとは全くです、ね、立場が異なるわけですね。 危機管理の最前線にも立ちますし国家機密の崇用にも触れるわけですからその自覚は大変重要となってくるわけです。 実はこうしたことへの注意喚起自覚を促す場が初閣議、まあ、政権発足後初めての閣議の場なんですねで閣議は以前は議事録も取っていないという建前で大まかな閣議の内容、まあ、項目ですねこんなことを議論したこんなことを決定したということ以外は一切公開しないということになっていましたしかし民主党政権での議論を経てですね 安倍内閣となった後の2014年から閣議の議事録というものが事後的にまあ3週間ぐらい経ってからですね公開されるようになりましたもちろんそれでも一部非公開の事項もありますけれどもおおよその閣議の雰囲気というのはわかるようになってきました岸田内閣もですねこの9月8日の政権発足の夜に初閣議というのを開いておりまして 内閣総理大臣談話とか内閣の基本方針というものを決定していますで、その他にこの大臣たちにですね自覚とか注意喚起を促す議論というか話もしているわけですねでまあ まだ3週間経っていませんから、この議事録というのは発表されていないわけですけれども、去年の菅内閣の初閣議の議事録というのはもうすでに発表されております。で、例年、この初閣議の様子をですね。私も議事録で見てきましたが、えだいたい同じような話ですので、まあ、おそらく今回岸田内閣も去年の。 菅内閣の初閣議と同じような話がなされていると思いますので、えー、去年の菅内閣の初閣議の議事録というものを見ましてひもときまして皆さんにどのような話があったのかというのをご案内できればというふうに思います。なお、ですねこの閣議の司会というのは内閣官房長官が担っております。まず 危機管理の点で話されるのがですね総理大臣に万一があった時の総理の職務を誰が代行するのかということなんですねこの点についてまず議事録を見ていきたいと思います加藤国務大臣これは官房長官のことですね次に内閣総理大臣の臨時代理の指定について内閣総理大臣からご発言がございます菅内閣総理大臣 菅内閣における危機管理の徹底を図る観点から内閣法第9条に基づき内閣総理大臣に事故のあるときまたは内閣総理大臣が欠けたときの対応としてあらかじめ順位を定めて指定している内閣総理大臣の臨時代理は第1順位、副総理をお願いしている麻生財務大臣第2順位、加藤内閣官房長官第3順位、茂木外務大臣第4順位、 河野行政改革担当大臣、第5順位、橋本東京オリンピック・パラリンピック競技大会担当大臣であります。各閣僚においては、臨時代理指定の趣旨を対し、緊急事態が発生した場合には、対応に万全を期するようお願いいたします。 総理大臣の臨時代理の順位というのはですね初閣議の場で総理大臣が自ら発言して決められているんですね。で菅内閣の場合は副総理を置いていましたので副総理がこの臨時代理の第1位ということになりますが副総理を置かない通常はですね、まあ、官房長官が臨時代理の第1位となります。あの今回のののの岸田内閣ででははは副総理理置いておりませんので第第順位位この臨時代理の第1位は、えー 松野官房長官となっていましてその後に茂木外務大臣野田誠子少子化担当大臣鈴木財務大臣金子総務大臣この順番となっていますこうしたあの総理大臣の臨時代理の順位というのはですね2000年以前はま総理が外遊して日本を離れるその旅ごとにその時に臨時代理を一人決めてやると いいいうようううよななこことががあっったたわわけけででですすね常に順位決まてはん当時、まあ、小渕総理がですね突然病気で倒れまして、えー、臨時代理をそういう時は決めていませんでしたから大変混乱したんですよね、でそうしたことの反省から大体いい歴代第5位までですね明確に順位をつけて初閣議とかそういった場で決めるようになってきているんですね。 でその次なんですけれどもその次に、えー、案内があるのはこの閣議自体についての注意喚起ですまあ閣議の内容は勝手に公害するな勝手に話さないでねという注意となります、えー、発言は引き続き加藤官房長官です次に閣議の公表等について申し上げます閣議や閣僚懇談会での議論を各大臣が会見等でそれぞれの言葉で公表されると とかく閣内が統一性に欠けているかのような印象を外部に与える恐れがあります公表すべき事項は閣議後の会見で私から統一的に公表しておりますので各閣僚に置かれては閣議や閣僚懇談会の議論を外部に漏らすことは厳に慎んでいただきますまた閣議の案件の中には相手国や関係方面の手続きが終了していないものなど 閣議決定後も不公表扱いとするものがありますこれらについては当然のことながら閣議に不議されたという事実も含め外部に漏れることのないよう十分ご留意願いますなお閣議決定または閣議了解を要する人事その他の幹部人事については事前に十分内閣官房と協議されるようお願いいたしますまず この発言で重要なのは、閣内の内のの統一性とということですね、まあ、憲法では、内閣は国会に対して連帯して責任を負うとあります、これ、よくあの政権とか、ね、公民の,あの教科書でも出てくる言葉かなというふうに思うんですが、やはり内閣というのはです、ね、改めて説明すれば、総理と20人の大臣の合議体。 このみんなが一緒の方向を向いているその合議体だということになっていますが、から一人一人の勝手な発言が許されるものではないというふうにされているんです。ですから、内閣は全員が一つの方針で一致していなければならないというのが一般的な理解でもしですね一人でも内閣の方針と違う発言をすればまあ国会などでですね、閣内不統一じゃないかということでまあ野党から追及されて、ま。あ 最悪の場合は内閣総辞職に追い込まれる可能性があるというのが一般的な理解なわけです。このため官房長官はこの初閣議の場でまあ閣議の内容については勝手に外で皆さん話さないでねとそれについては官房長官が統一的に会見で発表するからねというふうに言っているわけですね、まあ、ですから実際にあの各大臣の会見で今日の閣議の話をと聞いてもそれは官房長官が発表しますからというふうに交わされるということが多いのが事実ですね。 でまあ、また、外交案件などについては、まあ、相手国の手続きが終わっていない時もあるんだというふうに話していまして日本側の手続き、閣議で決定したからといっても、まあ、公表できないこともあるんだということを注意しているわけですね。でさらににに閣議にかかるようなな重要な役所や政府内のの幹部の人事については まあ事前によく相談してねとえー、そして事前に相談して慎重に取り扱ってほしいということもこの官房長官から注意が促されていますそして官房長官の発言が続きます次に危機管理の観点から申し上げます1点目は閣僚はいかなるときにも連絡が取れる体制をお願いいたします2点目は緊急事態への対応に関しては官邸との連絡調整はもとより 速やかに必要な情報が伝えられるよう体制整備をお願いいたします3点目は各閣僚が東京を離れる場合には必ず副大臣または大臣政務官が代理で対応できるよう調整をお願いいたしますここから危機管理の本題に入るわけですね当然といえば当然なんですけれども地震や災害また有事というのは いつ起こるか分かりませんですからその場合には政府としての危機対応が必要になりますし場合によっては臨時の閣議政府としての意思決定が必要になる場合があるからそのためにはいついかなる時にも大臣は連絡を取れるようにきちんとしていてくださいねというのがここの重要なところです。 ただほとんどの場合、ですね大臣というのは国会議員が兼務していますから、えー、地元に帰ることもあるわけですよね、やはり選挙次の選挙に向けた運動もあるでしょうしまたは地方視察という、えー、公務といった場合もあるかもしれません、えー、ですから、その場合には必ず部下の政治家である副大臣とか政務官を東京において大臣の代わりに役所を指揮できるようにしておいてくださいねというのがここの注意の趣旨です。 でこれはですね在京当番、東京にいる当番ですねというふうに言われていて土日などは必ず大臣以外に大臣がいなければ副大臣とか政務官が一人は東京に残って役所で指揮ができるようにという運用が最近はずっとなされています。ですのでいわゆる政務三役大臣、副大臣、政務官には選挙が近いとやりたくないんだとなかなか地元に自由に帰れないんだよねっていう。 政治家議員の声も結構あるのも事実なんです一般の方からすると選挙が近ければ政治家は目立つポストに就きたいというふうに思うかもしれませんが意外にもそうでないこともあるんですねで、そして次が閣僚ならではの注意喚起と言えます天皇陛下との向き合いについてです引き続き官房長官の発言です次にいわゆる内装について申し上げます 国務大臣は宮中において天皇陛下にその所管事項に関する諸問題等についてご説明申し上げる機会があります言うまでもなくそれ自体は国政の動向に影響を及ぼすことはありえないもので何ら憲法の趣旨に反するものではありませんがその過程において天皇陛下が国政の動向に影響を及ぼしているかのような誤解を与えかねないという恐れもありますしたがって 各国務大臣はこれらの点を慎重に考慮し陛下にお話し申し上げた内容やその際の陛下のお言葉を外部に漏らしたり部下に対する訓示にこれを引用することなどがないよう十分ご留意願います大臣になりますと天皇陛下に対して自分の所管している事項についてです、ね、ご説明する内装という機会が与えられる場合があるんです。 で天皇にはもちろん憲法上ですね国政の権能はありませんしかしですねもしその場での発言が漏れてしまったら何らかの影響を与えているように誤解されかねないから決して内装の発言は内装でのやり取りは外に漏らさないようにと注意をしているわけですね私はこの初閣議の議事録を初めて読んだ時にですね この部分が最も興味深く思いましたでもしかすると、なるほど初閣議で政府側というかこの内閣の側がこの各大臣、特に新任の大臣に強く伝えたいのはおそらくここのことなんだろうなというふうに思いました実は以前です、ね、こうしたことが問題になったからこそこういう注意喚起がなされているんですね。 その問題になったというのは1973年、昭和48年のことです。今からもう50年近く前のことなんですが当時の増原慶吉さんという防衛庁の長官がです、ね、昭和天皇に防衛問題について内装した際にです、ねまあ、昭和天皇が近隣諸国に比べて日本の自衛力というのはそんなに大きいと思えないんだけれどもなぜ国会で問題となっているのか。 という胸の発言をしたことをですね、この増原さんという防衛庁長官が記者会見で紹介しまして、え当時の野党側を憲制したんですよね。で野党側はもちろん反発しました。え天皇の政治利用ではないかというふうに反発をして数日後にこの増原防衛庁長官は辞任に至るわけですね。でまあ野党に対する牽制という意味合いがないとしてもですね、やはり、えー、政治家はサービス精神が 大勢な方とかですねあとはまあ自分だけが知っているってことを皆さんにこっそり話したいっていうそういう気持ちを持っている方がまあ結構いまして天皇陛下はこんなことをおっしゃっていたんだよということをですね地元の人とかまた役所の部下とかに話すことがあるかもしれないとするとあその方の意思としないところで意図しない形でですね天皇陛下のご意向はこうだと言って触れ回るそういう動きが出てくる可能性もあると。 そういう懸念もありまして天皇陛下とのやり取り大臣になるとそういうこともあるけれどもそういうやり取りは一切外に漏らしてくれるなよという注意喚起をこの初閣議の場でしているということですねこれはなかなか民間の立場でこういうことというのはないですからこれはな,なるほどやはり大臣ならではの注意喚起であるなというふうに思うわけです。官官房長官の発言が続きます次に 閣僚の対外的発言等について申し上げます記者会見やテレビに出演する場合等の対外的発言にあたっては内閣の基本方針やすでに政府として決定した方針を踏まえ無用な疑念を抱かれることのないよう十分ご留意いただくようお願いいたします講演会であっても試験を述べることは厳に慎んでいただきますはい、これは 閣議での注意事項と似ていますよね、まあ、閣僚になるとテレビの出演とかですね講演会で話してくださいそういう依頼が大変増えるわけですけれどもその場合、もうあなたは一個人ではないんですよ内閣の国務大臣の一員なんですから内閣の方針を踏まえて発言してくださいよとでないと先ほど言ったような閣内不統一というような指摘で批判されますよということを言っているわけですね。 でこのほか初閣議ではですね、まああの大臣として一国会議員よりもこの政治資金や自らが持っている資産については公開性とか透明性が求められることなどが説明されていて注意喚起をされます。なお定例の閣議というのは毎週火曜日と金曜日に開かれているんです。いつもあの閣議のニュースでは閣僚が椅子に座って談笑しているシーンなどが放送されますけれどもあれはですね。 閣議の場ではないんですね閣議の前に控え室で待っている様子なんですで、閣議は原則として非公開ですので閣議室も本当にたまにしか公開されていませんこちらは以前小泉内閣の頃に官邸が新しくなった際に閣議室が公開された際の様子なんですで真ん中に丸い大きなテーブルがありましてその周りに各閣僚が座る形となっています この丸いテーブルはですね、内閣が統一されている様子を象徴しているというふうに言われています。まあ、日本は総理大臣がトップではありますけれども、憲法上行政権、この政府を動かす権利、権能というのはですね、総理大臣個人ではなくて内閣というこの合議体にあるんだというふうにされているんですよね。 だからこそ内閣の意思決定この総理大臣と閣僚が意思決定する閣議というのは大変重要な場なんです確かにですねまあこのよく閣議の場のことを知っている方はいやいや閣議っていうのはね議論する場じゃないんだよともうすでに決定したものが上がってきてえそれをですね 閣議書決める際に閣議書というものに各閣僚がサインをする、これ、花王という昔からあるです、ね、独特なサインがあるんですけれども、それをやるだけの場なんだと、だからまあそこまで、ね、閣議のことを見たって意味はないんだと。 いいうようよな指摘をするる方はは専門家の中にはいるかもしれませんただ、それでもですね私はやっぱり今までなかなか見えづらかった閣議の世界というのがですねこの議事録の公開というものが始まったことによって国民にもだんだん分かるようになってきたというふうに思うんですよね。初閣議で今、今日紹介したようなことが話されているということはなかなか今までは見えづらかったわけです。ですから皆さんもこの興味があるときはですね この閣議の議事録というものを紐解いて国の政治行政というものに直接触れてみるのも面白いかもしれないなというふうに思いますあの閣議議事録などと検索をすると簡単に出てきますのでぜひ興味があれば直接検索をしてみてください今日は以上となります最後までご覧いただきましてありがとうございました 最後までご覧いただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方は、こちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。